どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、タウンホール13が実装されたことによって見直した方がいいんじゃないかなって思う呪文に関してお話をしていきたいと思います。で、その呪文っていうのがこのね、スケルトンなんですけども、どういう呪文かっていうと、呪文打ったところから、スケルトンがポコポコこう湧いてくるわけですよね。で、1秒間に確かスケルトンが1体かな湧くような今設定だったと思うんですけど、そのスケルトン、普通のね、スケルトントラップで出てくるのと違って盾持ってるんで、1回攻撃受けてもやられない、2回まで攻撃を耐えられるっていう、特殊なスケルトンが出てくる呪文なんですね。で、なんでこれを見直した方がいいのかっていうお話なんですけども、タウンホール13になったことによってヒーローが1体増えましたよね。ロイヤルチャンピオン、これ攻撃でもすごい強さを発揮してくれるんですけども、一方で、防衛に回った場合、これが結構厄介です。レベルがまだね、高いロイヤルチャンピオンがそんなにいないので、防衛で、多少なんとかなってるところあるのかもしれないですけど、レベルがね、これ最大20になると、アーチャークイーンレベル50相当の攻撃力を持つわけですよね。で、これっていうのが、ホグライダーとか、あとはバルーンの天敵になってくるわけですよ。要するにこのユニットたちって、この、アーチャークイーンやロイヤルチャンピオンを、攻撃ができませんからね。防衛施設を全部潰すまでは。なんで、例えば今回で言ったらこのアーチャークイーンですよね。真ん中にアーチャークイーンいますけども、ここを、ホグライダーが通過する際に何とかしてこれ止めとかなきゃいけない。ないしは倒しちゃわなきゃいけないわけじゃないですか。そこで大事になってくるのがこのスケルトンの呪文だというふうに思うんですね。今回の例で言うと、私これクイヒーホグで攻めてます。で、今日ね、動画3本ちょっと見てほしいと思ってまして、2本目は、スーサイドホグになります。で、3本目はね、スケルトンをじゃあ使わない場合には、どういう手があるのっていうところに関してお話ししていきたくて、それはディガーっていうアイデアをちょっとね、ご紹介したいというふうに思います。ドラゴンでもいいんですけど、今回陸にちょっとね、こだわっていきたいと思ったんで。で、ロイヤルチャンピオンが出てきたことによるアーチャークイーンの存在する位置、これが結構嫌で、割とね、この村の真ん中ら辺にこう、あったりすることが多いと思うんですよね、比較的。で、そういったところには、なかなか、今回私、クイヒで攻めてますけども、そのクイヒの射程が届きにくい、何しはスーサイドホグなんかで行く場合には、なおさらですけどね、これ処理をしにくい、場所に配置されることが多くなったわけだと思うんですよ。で、ロイヤルチャンピオンもそうですね、村の真ん中ら辺とかにいたりもします。で、仮にこう、隅っこにいても、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンが両方とも固まってるケースっていうのは、やっぱ少ないんですよね。今最近の村の、その配置を作る上で、誰しも考慮すると思うんですよ、そこは。なんで、序盤のね、クイヒーだったり、ヒーローパート等々、ゴレホグなんかでもそうですけど、アーチャークイーンかロイヤルチャンピオン、どっちか1体を処理して、もう1体は、処理せずにね、今回ならホグライダーみたいなものを回していかなきゃいけないっていうようなケースに、よくなりがちだと思うんですね。でもほっといたらホグ全部やられるじゃないですか。なんで、使ってもらいたいのがスケルトンの呪文なんですね。どれだけの効果があるのかっていうのをちょっとね、もう一回このリプレイ流しながらお話ししていきたいと思います。このホグライダープラススケルトンの効果っていうところに関して、ちょっとね、概要をこうさらっと話したに過ぎないので、もう一回これね、前回までこう見てもらってから、ちょっともう一回だけこれ流し直します。もろもろね、ミスはしてるんですけども、そこは多めに見てもらえたらなと思います。で、序盤のまずクイヒーパート、これはですね、まず狙い的には、相手の防衛援軍っていうのをホグライダーには天敵ですよね。あと、バーバリアンキング、これも当然天敵です。天敵はだから、この防衛援軍とヒーロー3体、これになるわけですね。あと、ギガテスラーと、ギガインフェルノか。これとあと、この投石機。ここもですね、なるべく、範囲攻撃で、かつ高ダメージなんで、ホグライダーにとっては、得意とは言えない施設ですから、早めに倒しておきたいな、というふうに思ってね、今回ここからクイヒを入れてます。で、このクイヒパートもね、いろいろと考えがあってやってはいるんですが、一番見てほしいのは、ここのね、アーチャークイーンに対する、スケルトンの効果っていうところですね。
そこを見てほしいというふうに思います。あとですね、まあ今回のプランでいくと、まあ、こんな風になってんですね。ここから、ロイヤルチャンピオンを入れて、でここからボマーを入れてるんですけども、まあ、本当はねこのロイヤルチャンピオンを、まあ、この辺からホグライダーここから出すんで、ここにねロイヤルチャンピオンをこうロイヤルチャンピオンとか言っちゃったここからね出していって、でそのままアーチャークイーンにぶつけるっていう手もまああります、あるんですけど、まあそういう風なもうロイヤルチャンピオンの使い方をしちゃうと、短期でものすごいそのなんていうのかな、区画を破壊してくれるっていう、まあ、このユニットの強みを、まあ、損ねちゃうと思うんですよね。なんでなるべく私ロイヤルチャンピオンは短期で出したいというふうに思ったときに、じゃあここにいるアーチャークイーンの処理どうするかっていうと、スケルトンの呪文ね、というふうになってくるっていう話です。ここに今ロイヤルチャンピオン壊してくれてますよね。ここもしもロイヤルチャンピオンいなかったら、ここにさらにホグライダーとかが出てくることになるわけで、ちょっと厄介なんですよね。でこんな感じです。デイジーをね中心部にこうドンと打って、そこにスケルトンを打っていくと、スケルトンが結構いい仕事するんですね。まだまだ出てくるじゃないですか、こういう風に。でも全然なんていうのかな、アーチャークイーン楽勝で倒しちゃってるみたいな。で、ちょっとね今話が遅れちゃってごめんなさいなんですが、アーチャークイーンのいいところにねこうホグライドを集結させるんですね。ガッとこういう風に集結させたら、まずここにレイジーを一発目打ってきます。でその上に重ねて2発目スケルトンを打っていくんですね。そうすることによって、レイジの中に、まあ、ホグライダーが入って、そのレイジ効果をホグライダーが受けるっていうことも、まあ、一つ、恩恵としてあるんですけど、さらにスケルトンもそこに乗っかってアーチャークイーン殴ってくれるわけですね。で、まあ、ちょっとこれはね話が少し脱線するんですが、スケルトンからはレイジをこう打つことによる利点っていうのは、まあ、当然ホグライダーの攻撃力も上がるって言いましたよね。上がった瞬間にもう一気に加速もするんでばらけるんですけど、そのばらける瞬間に、トームを使ってあげることによってレイジに乗っかったまま無敵状態のホグライダーが散らばるわけですよね。これめっちゃ強いと思いません？でさらにこの、ホグライダーを加速させたレイジの上にスケルトンを打ってあげる、でトームをかけてあげるって、この3つが揃うことによってホグライダーの効果も最大化、スケルトンの効果も最大化で、アーチャークイーンの攻撃はトームで完封っていうことができちゃうんですね。この3つの、一気にこの3つをポンポンポンとやってあげることによる相乗効果っていうのがめちゃくちゃね使いやすいので、ぜひぜひねこのスケルトンの呪文、使いどころをこう覚えておいてもらうと、攻めがかなり楽になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ぜひぜひ参考にしてもらえたら嬉しいポイントです。ということで、2つ目いってみましょう。2つ目のアタック、これですね。ホッシーさんが攻めてくれた、このアタック見てもらいたいんですが、本当ですね、このアタックのプランを話をするとですね、こんな感じになってます。まずは、ここから、スーサイドパートですね、ヒーローパートをスタートしていって、相手の防衛援軍と、あとはまあこの辺の施設をこう削っていきます。でそうしちゃった場合、あとババアリアンキングもそうかな、ババキンも潰してきますね。でそうした時に残っちゃうのが、ここのロイヤルチャンピオンとアーチャークイーン、これホグライダーをこうメインですればやっぱ天敵になってきますよね。なのでそこに対してのスケルトン2発と、まあ、いうことになっているわけですね。ちょっと、アタック見ていきましょうか。まあ、まずは予定通りしっかりね、バーバリアンキングを潰していきます。でその後に、ババキンを盾にしながらアーチャークイーンが攻め上がっていってますね。おそらくね、この、ドラゴンはバーバリアンキングで吸って、ここで黒く使うはずじゃなかったんでしょうけど、まぁ、ちょっとこれはね、使わされちゃったっていうところもあるかもしれませんね。まぁ、ただ、まぁ、最低限の仕事っていうのはちゃんとできていて、惜しくもこれロイヤルチャンピオンを倒す前にアーチャークイーンが落ちてしまうんですが、まぁ、ここからね、スケルトンも使いながら挽回していきます。出来上がった区画を、まぁ、なんていうかな、こんな風に回していくイメージですかね。回していくんですね。まあ、当然ね、このギガテスラを落とすためのボマーとかね、これを使うっていうのもまあうまいんですけど、まあ、今回はホグライダーに注目してください。ここですね、今レイジを打ってからスケルトンの呪文を打ってきましたね。こうすることによってアーチャークイーンをこう殴っていくと。ただ、まあ実はこれ格好悪いんですが、アーチャークイーンが、遠むかかったですね、遠むかかったのかな、かかってなかったのかな、ホグライダーに釣られちゃって、若干こうね、スケルトンがやられちゃってます。ただ、まあ、それにしてもね、このスケルトンたちがアーチャークイーンをこう潰してくれたことによって、最後までこのホグライダーが生きるという話ですね。ここは紛れもない事実だというふうに思いますので、このスケルトン効果っていうのをね、実感してもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。
まあ、いかがですかね、あのこんな形で、ホグライダーってね今回タウンホール13に上がって、1個上のレベル10が解放されましたよね。なので非常にこうねあの強くなったと思うんですよ。まあ、ただ相手のロイヤルチャンピオンっていう天敵が1体増えちゃったことによって、これまでみたいな、ホグライダーを使う前のまあ事前準備、まあ、ヒーローパートや、クイヒーパートの仕事っていうのが増えちゃったんですよね。そこを、一手補ってあげる、そのなんていうかな発想っていうのがこのスケルトンの呪文です。まあ、当然これね、使ってた方はタウンホール12でもよく使ってたと思うんですけども、まあ、10でもそうかな。改めてね、今まで使ってなかった方も、このスケルトンの呪文って、まあ、フレチャーからでもいいんでね、試しに使ってみてください。かなりね、使い勝手が今のような使い方をするといいので、デイジー、トーム、スケルトン、このね、3つの、重ね掛けがめちゃくちゃ効果が高いんで、まあ、騙されたと思ってね、一回やってみてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね。これ、ホグライダー使わない場合には、同じくね、ディガーもね、レベルが解放されましたんで、まあ、ディガーを使ってもらうっていう手もありますね。でも、ロイヤルチャンピオンがこう真ん中にいて、まあ、これね、別に、このクイヒーパートでロイヤルチャンピオンとアーチャークイーン処理できてしまうところもあるんですけども、こんな風にね、両方とも、まあ、中心近くだったり、離れたりしていて、うん、処理がしにくいようなんていう場合ね、そういう場合には、ディガーを使っちゃえば、別に、まあ、厄介な相手ではありますよね、ヒーローって。だけど、倒せないユニットではないので、まあ、それもね、参考としても、まあ、見てもらえたらなというふうに思います。まあ、この陣ってどうでしょうね。タウンホール、まあ、13の、まあ、本当序盤中の序盤ぐらいな、防衛力になってくるんですけども、まあ、これからね、タウンホール13が成熟してくると、どん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 、今はね、攻めて有利な状態だと思いますけど、守りで有利にこう変わってきますんでね、そこっていうのは、よくね、これから、今旋回取れるからって言って、ちょっとね、甘く見ずにね、しっかりと、こう、対策を考えてもらったらいいかなというふうに思いますね。今、ディガーがね、簡単にこう、ロイヤルチャンピオンを潰しましたよね。まあ、こんな風に潰せちゃうので、ホグライダーを使わないでいいよっていう場合はディガーでもいいと思います。まあ、ただですね、ディガーの弱点っていうのは、スケルトントラップがあると結構そこに捕まって時間食ってるうちにやられちゃうだったりとか、あとホグライダーと違ってね、こういう、金山とかね、ストレージ系に結構、引きずられて、こういうのですね、こういうの。こういうところに引きずられて、どん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 こうね、中心に入らずに、外にこう流れていっちゃうっていうパターンがあるわけですよね。なので、ホグライダーよりもルート作りはシビアです。シビア。なんで見てください。これね、今ね、思いっきりこっち側のディガーと、まあ、こっち側のディガーっていう風にこう割れちゃいますよね。こういう風にね、割れてしまうケースが多々あるんですよ。なんで、狙った通りの、ルートをこう歩かせてね、しっかりこうヒールの呪文とかに乗っけながら、プラン通りに攻めていくっていうことは、まあ、多少難しいです。ディガー使った方がね。だけど、まあ、どうにもこうにも、まあ、スケルトンとかで処理ができないような、できるプランが描けないとかね、いうパターンであれば、まあ、ディガーを使えば、今言った、まあ、天敵の一つ、ロイヤルチャンピオンも、処理はすることができますよ、と、まあ、いうお話ですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今日ね、お話ししたのは、13になって、改めてね、注目してほしい呪文、スケルトンの呪文でございました。よろしければね、ぜひ試してみていただきたいと思うのと、チャンネルのこのグッドボタン、あとはチャンネル登録、また今後もね、ご視聴の方どうぞお願いできればというふうに思います。またね、皆さん関西クラクラクラブも、タウンホール11からね、対戦に熱意のあるメンバー募集しておりますので、お越しいただければなというふうに思いますので、お待ちしております。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。